はい、こんにちは、まやちゃんねる、まやはるです。今日はこちらですね。うん、ポッケンとポッケン専用コントローラー for Wii U です。はい、ポケモンのですね、格闘アクションゲームのポッケンというのが出ましたね、うん、はい、これは Wii U 版でございます、はい、ちなみにですね、ポッケンはこれまでアーケードで出てたんでね、うん、ポケモンセンターなどに置いてありましたね、うん、はい、やったことはないけどね、はい、見たことありますね、はい、はい、それで今回はポッケン専用のコントローラー、これも買ってみました、はい、はい、株式会社ホリが出してるみたいですね、うん、ちょっとね、買ってみて、後から気づいたんだけど、これなんとポッケンでしか使えないみたいです、うん、じゃあこちらを開けていきましょう。はい、これはですね、まあ普通にディスクが入ってて、うん、でアミーボカードが入ってない、うん、あったあったあった、ダークミュウツー、はい、こちらですね、ダークミュウツーがついてました、はい、かっこいいね、うん、これがどうやらなんかね、使えるみたいなんで、うん、うん、なんか裏にね、このアミーボって書いてあるやつね。そうだね、じゃあこっちも開けますよ。はい、よいしょよいしょ、取り出します。うわ、でっか、でっか、あ、でもかっこいい、うん、コントローラーの下の部分が赤のクリアパーツになってますね。うん、かっこいい、かっこいい、炎みたい。そうだね、で今回ですね、完全に USB からの駆動になるみたいですね、うん、繋がっちゃうんだね。そう、あの線がないとダメです、あの無線では繋がらないんです。はい、じゃあちょっと AC 君持ってみてもらいます、はい、どうですか、持ちやすい？うん、いいじゃんこれ。そう、うん、ちょっとでも AC 君でかいんじゃないのかな、大丈夫ですか、うん、ちょっとパパに持たせてみて。あ、しっくりくるね。うん、あー、なるほどね、いいよね、うん、こちらのコントローラーには残念なことにですね、はい、ホームボタンとかないです。お、なので、Wii U を起動したりするのは別のコントローラーが必要になります。もうだから本当にポッケンが起動しないとこれは使えません。はい残念、かなり限定的なコントローラーですね。はい、じゃあそれではポッケンをですね、実際起動してみて、これ使ってみましょうか。はい、はい、メガシン、あ、メガルサリオ、そうだ、するんだちゃんと、うん、すげえ、おお、おお、かっこいい、すげえ。じゃあスタートボタン押してもらいます。押せる、それ、え、押せるんだ。はい、それではエイシン君プラクティスで、ちょっとチュートリアルいろいろやってみましたね。はい、で今はですね、シングルバトルに入ったので、このベーシックバトル、うん、これで1回だけちょっとやってみましょうか。はい、頑張って、はい、はい、じゃあやりますね。はい、ベーシックバトル、まあいいでしょう、これでね、うん、あ、イージーにした方がいいんじゃない、初めてだから一番上、それ左にして、ちょっと左ってことじゃない、そう、これでいいでしょう、 OK で、このバトルで、このルールでバトル、はい、まあ、ピカチュウがいいよね、うん、まだピカチュウしか使ってないからね、はい、じゃお願いします、はい、相手のポケモンだこれ、相手のポケモンのやつで誰にする、リザードンにしてみる、リザードン相手がえ、それでいいじゃん、やってみようよ、うん、頑張れ、はい、イージーだから、うん、勝てるかもしれない、うん、じゃあこれだな、ゲコガシラとイーブイ、うん、あ、そうだね、はい、じゃあやりますね、フェルムスタジアム、うん、頑張ります、はい、新米バトルトレーナー、あ、リザードンもそうだよ、うん、おお。おお、よし、頑張って、うん、うん、ゴーだ、いけ、うわー、いきなりやってる、フェーズチェンジしてる防御、防御してるでも攻撃しないの、やばいやばい、おー、いいね、いいね、やばい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 、フェーズチェンジ、あ、サポートゲージ溜まったって、 L じゃない、お、来た、 EV、 これで攻撃力アップだね、頑張れ、今のうちだ、おー、いった、よし、決まった決まった、結構パワー減ったよ、リザードンの、おー、いいね、いいね、いいよ、いい感じ、いい感じ、お、もうちょっと、おー、やったー、倒した、あ、まだか、まだ、おー、倒した、はい、倒した、
よーしよし、あ、まずラウンドある。うん、サポートゲージマックスだって。じゃあ自分がしないとか、うん、でしかもねバーストできんだよこれ。おじゃあ L と R 同時押しじゃない。きた、超めバースト。はい、早く早く早く攻撃しないと。おい、来た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 。おお、どれぐらい当たる、どれぐらい当たる。すげえかっこいい。おお、パンチすごい。どれぐらい減ったかな。あ、あんなもんか。うん、でも今のうちに攻撃しないと共鳴バーストが減ってる。セーブめっちゃんじゃ。おー、いいねいいねいいね。はい、ゲコガシラ。ゲコガシラ来た。おお、さらに、おお。水水拳だ今の。もうちょっとで共鳴バースト終わる。終わった終わった。おお、いいねいいね。なんかこんだけエイシちゃんでアクションが起こせるのはいいね。あ、倒した倒した倒した。あー、でも相手の共鳴ゲージが溜まっちゃった。まあでもよかったでしょ、うん、これ2ラウンドで終わりでしょ。勝った勝った。よっとー。あー、面白そうだね、うん、この簡単なコマンドでさ、うん、必殺技がいっぱい出せるところはいいかもね。うん、うん、はい、ということで今回はポッケンとポッケン専用の Wii U コントローラーでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、面白そうなポッケンね、うん、それでですね、今日はですね、はい、これから、夕方6時ぐらいから、はい、ゲームチャンネルの方でこのポッケンの、はい、ライブ配信、はい、2人でバトルしたやつね。そう、レシン君と2人でバトルしたいと思いますね、はい、頑張るぞ。どれぐらいやるかな。30分ぐらい、30分か1時間ぐらいやりたいと思いますね。はい、はい、ということで、楽しみにしててください。はい、はい、ということで今日の動画が楽しかったなとか、はい、面白かったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。イエイ。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、イエイ。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。イエイ。